はい、プラチャンネルです。今日は中山川ダム来ました。八坂ダムが気難しいんで中山川ダムで癒されようかなと思ってます。今日の目標5本スタート。61% しかないよ。おはようございます。釣れますか？釣れんのか？ワークシートの人に釣らさな。ガイド。釣らしてもらわないからね。釣りたいね。今日さっきオープニングで5本って言ったのね。どうしよう。木下マリンで買った。あ、そうそう。いいね。ずっといろいろ探しよって、嫁さんが福岡じゃっけ。で、佐賀にある日、行くかって言って、前のボート持って。12フィートだったの。センサーの12フィートで、子供がそろそろ釣りできるかねっていう頃になって、買い替えるか買い替えるか、いっそついてこい。羨ましい。ずっとついてきんさいよ。もうちっちゃい頃は投げて投げてもう手首が痛いの、こうやって釣りよったのに、帰ろうやもうって言ってよったの。全然来んけどこって聞けばいいよ。どこ投げたらいいって。一応ね、昨日ここに来た人が、シャローを打って、丁寧に猫とかノーシンカーとかを投げたら釣れるらしい。らしいよ。で、中下流域がいい。そこまでの情報は得ました。はい、それ以降はわからない。あと風が当たる側の方がいい。あんぐらいだったかな、聞いたのは。全部情報は出しましたからね、今回。ちゃんと生かすように。
カメラ目線びっちゃびちゃ申し訳ない申し訳ない。これ飲んでる？ここに服が？ああ、いや飲んでない、よかった。イエーイ。どこが40？35.5。やりましたー、イエーイ、長かったー。よし、初測り。ニゴイファイト映したよな。ニゴイファイト。はい、ニットも貸してあげますからね。どうぞ。結構大きいね。いいね、魚をかけられて。まあ濁いだけど。おお、ちょっと待って。でかいなそれ。ようわかったね、濁いって。あげんでね。そこで話してください。臭いよね。なんで臭いんかね。臭くない？あ、フライヤー外したらいいよ。危ない。ね、なんか臭いんよ。50ぐらいあるね。ナイスランカー。そんな弱くねえよあいつは。結構強い。でも食った瞬間に言わなかった？濁いっぽい。初めて釣ったの。初めて釣った。なんか分かってる。
楽しいけどね。よくしかね。はい。ちゃんと洗います。